おはようございます。えー、ただいまから教育福祉委員会を開会いたします。本日は教育委員会関係で報告1件の聴取を、保健福祉局関係で報告11件の聴取、及び陳情1件の審査を行うことといたします。ままずはじめにに委員の皆さんに申しし上げます本日保健福祉局から緊急案件として 障害者24時間相談体制構築モデル事業における個人情報の紛失についての報告を行いたい旨申し出がありました。本件につきましては、緊急性に鑑み、本日の報告案件とし、保健福祉局の報告案件の際に聴取を行いますので、ご了承願います。なお、報告聴取の順番は、子ども育務局過少の創設に係る所管業務等の検討についての次に行います。 次に、請願審査についてお諮りいたします。はじめに保健福祉局所管の請願第30号、および教育委員会所管の請願第31号については、状況に進展がなく、理事者から報告がありませんので、ご質問等がなければ、本日は留保したいと、留保といたしたいと思います。そこで、ご質問等の申し出があれば、審査を行うことといたしますので、ただいま、挙手をしていただき、よろしくお願いいたします。 お願いを申し上げます。<music> えー、あの。両方です。三十号三十一号、昼食。まず、三十号が、えー、はい。大津副委員長。あ、よろしいか。

えー、審査を行うことといたします。はい。はい。分分いもう一回申し上げますかの。審査をするのはするんですか。な,ですですなければ。いや、ですから、挙手をしていただいて。申し出があれば、何らかの発言をしていただきたいので。はい。 もう一度申し上げます。三十五、三十一号について審査をするかしないか、そのための挙手を求めておりますので、はい。当然審査してください。はい。三十一号ですね。はい。両方,両方です。で給食三十一号と下鴨の学童クラブの三十一号と、はい。じゃあ両方ということは,はい。わかりました。あの。 はいそれでは、請願第30号、31号については、本日審査を行うことといたしますので、ご了承ください。はい大統領員あの当初ですねあの、委員長の方から、あの留保というにご了承願いたいということがあった上でですね。 そのような形で質問があればということで、ちょっと発展しましたけれども、そうなると、基本的に議事の進行として、一旦戻していただいてです、ね、審査をするのかしないのか、そのことを決め,てない決められないと、留保するのかしないかということについてもです、ね、判断が私たちに委ねられませんので、そこはちょっと一旦整理をしていただいた上でです、ね、お願いしたいと思います。 はい、事務局、もっとしっかりしてくださいな、うん、今日ね、審査をするかし、はじめ、委員長は留保で、今日はどうですかという話だったから、留保やったら、何も審査しなくて、そのまま留保になるわけでしょ、そういう意味でおっしゃったんですが、なぜ、じゃ事務,事務局にちょっと申し上げます、委員長から今日審査をしますということは、先ほど、キャンダルで聞いてたんですが、なぜこの委員会でですね、事務局の方からね、留保に。

で先ほど来申し上げてますように、請願第30号、31号日の本日、審査を行うことといたしますというふうな、私の方から発言をさせていただいています、審査は後ほどということになりますけれども、はい先に報告聴取といただきますので。そうですねはい まあ、おっしゃった教育委員会と保健福祉局でありますからね。はい。そういう意味では、さっき教育委員会の方に、図ったらいいんではないかということでございます。はい。鈴木。えっと、二つ請願あるよね。一つは教育委員会の方にかかってる。分でしょ 給食や、もう一つはあの児童館ですよね、それぞれを審査するという意味でいいんですか、いや、僕、一個ずつはがってもいいと思うけれどあの。先ほど申し上げてますように、教育委員会関係、福祉、えー、保健福祉局の方の、教育の方の給食と、保健福祉の下鴨のエリアの学童、その請願30、31号についての審査を行うかどうかについての。 発言を委員長からいいいただいただととうことで意見があれば、申し出いただいたので、審査をするということで今、消しておりますけれども、でも審査は後に行いますので、今すぐではなくて、はいはい、両方とも合わせて審査をするかどうかということをお尋ねしております。 うんうん、はいはいはい。 すみませんご答をいただいて、期待恐縮しておりますけれども、改めて申し上げます、はい、保健福祉局所管の請願第30号について、進展がなく、利事者から報告がありませんので、ご質問等がなければ、本日は留保したいと思いますが、質問等の申し出があれば、審査を行うことで、まず、請願3 5号についての質問等の状況についてお伺いいたします。 それでは請願第35について、本日、審査を行うことといたします。次はい大委員納得いか,いかへんのでね、でそういうあの委員長の今の言い回しですと、ですね質問があれば審査をする、質問がなければ審査をしないというですね判断を、まあ、政府委員長等で決められること自体が私は、うん、いかがなものかと。その留保するるかかしないかあるいあは 採決するかそうかということを判断というのは、我々委員になられているものであると思いますので、審査するのと留保というのは別問題だと思うんですね、うん、そのちょっとあの事務局の作られたデータかもしれませんけれども、そこは今後ですね、今後、あのきちっと整理をしていただきたいなというふうに思いますので、今,今の話は審査していただいた結構ですので、はい、お願いします。はい、はい富井 改めて申します、請願というのは、ご承知とおり、市民からいろいろなその要望なりですね、こうしてほしいで出てるわけです。ですから本会議に付託をして、委員会にこれは付託されてるわけです。ですから、その進展があるとかないとかですね、その理事者の報告がないからとか、そんなん関係ないわけです。これれは議会会に出されたものででですから委委員委員,会で委員で これは審査するのが当たり前の話でございまして、ですから、当然、あの委員会で,です、ね、請願審査は必ずやる、これが原則だと思っております、それがなぜ、その前例にですね、そのあの前例というんですか、まあ、去年お、おととし、どうなってたか知りませんが、その前例に基づいてという話が今、少しありましたが、それは一体どういう意味なんでしょうか、私は合点がてんいかないんですが。 ご質問いただいてあの、この件については改めてまたいわゆる事務の流れについては、再度しっかりとやらせていただきたいですけれども、えー、今回は請願31号、31号について、えー、保留等々の意見は後にまずは審査をさせていただきますので、えー、それぞれの各会派のご意見を伺うようにいたしますので、その辺のシステム的なこうやり方についてはあれですが、はい、加藤委員。 あの政府委員長会議の確認事項で、あの委員長が冒頭に述べられたような取り扱い、確認されていたということだと思うんですね、でそれについて、都民からご意見がありましたので、まあ、今後の運営の在り方については、またご協議をいただくということを確認してです、ね、とりあえず今、大津委員の方から、30号についてはあの質疑があるということですので、審査するということを確認して、31号についてはどうするかということをまた測っていただいたらいいかと思うんですが。 はい今、あのご意見、先ほど来あります政府委員長の方で、この議事進行の等については、再度、事務局としっかり打ち合わせをしながら、えー、今日は長丁場になるのに、ここで委員長の申し訳なく思っておりますので、以後、そのについては政府委員長でしっかりと事務局とはかっていきたいと思います。で改めて戻りますけど、生還30号については、大津副委員長からの申し出がございましたので、審査をすると。 いいうことでございます、えー、31号の教育委員会の方先ほど来、富委員も手を挙げられておったような気がいたしますが、こちらの方も、再度確認します、請願31号については、お申し出があれば審査を行うことと、この言い回しについて、私もちょっと、クエスチョンしておりますけど、挙手していただき、審査するかどうか。 請願31号、はい、よろしくお願い都民、はい、すみません、手を挙げていただい,ていただけ,だけで結構なです。今すは,はいあのそれでは、請願31号についても、本日審査を行うことといたしますということで、今日はとりあえずこの段階では、進行させていただきたいと、このように思います。 えー、議事進行については、再度、先ほど来、加藤委員からの御指摘ございまして、大臣鈴木委員、都民委員からの指摘、茂木さんに、しっかりと政府委員長会議等で事務局と打ち合わせをして、文言の進め方も整理も含めて、改めてさせていただきますので、はいえー、請願3号請願31号については、本日審査を行うことといたしますということで、ご了承を願いたいというふうに思っております。 次に10月19日の委員会で保健福祉局及び教育委員会に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました。なお本日は大変盛りだくさんの案件がございますので、えー、円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いします。えー、委員長を主張してこんなことを言いながら円滑な運営ができていない現状を深く反省しておりますのでよろしくお願いを申し上げます。また理事者におかれましても質問の趣旨を的確に、えー、捉え、 簡潔にご答弁いただきますようよろしくお願い申し上げます以上了承お願いますそれではお待たせしました教育委員会関係の京都市学校施設マネジメント基本計画案の策定及び市民意見募集の実施についての報告を聴取いたします理事者報告願います稲田総務部長どうぞ着席してご報告ください失礼いたします京都市学校施設マネジメント基本計画案 これ以降は本基本計画館と呼ばせていただきますかそれの策定及び市民権募集の実施について配布しております教育福祉委員会資料に基づきご報告いたしますまず本基本計画策定の背景と目的についてご説明いたしますので教育福祉委員会資料1ページの前書きの部分をご覧ください本市の学校施設は本市全体の公共施設約1450施設 総延べ床面積約484万平米のうち総延べ床面積で約166万平米を占め学校教育活動はもとより地域コミュニティの拠点としての役割を備えておりますが現在築後30年以上を経過するものが全体の約7割を占めるという時期を迎えており老朽化対策が重要と必要となる一方市の財政支出に占める学校施設の維持管理のための将来負担の割合が 大幅に増加することが懸念される状態でございますこのためこれまでの不具合が発生してから補修や交換を行う事後修繕を主とする維持管理を改め築後30年をめどとした予防保全や築後50年をめどとした長寿命化改修等を主とする年次計画的な維持管理に転換し学校施設の 長寿命化を図ることで維持管理更新等に係るトータルコストの縮減や財政負担の平準化を図りながら学校施設の効果的効率的な中長期的維持管理更新に係る計画を策定することが重要でございます以上の観点から国のインフラ長寿命化基本計画に基づく各自治体の総合管理計画に位置づけられている京都市公共施設マネジメント基本計画における施設類型別計画として 今後の学校施設の維持管理等に関する基本的な考え方を示す本基本計画案を作成いたしましたので、その内容についてご報告させていただきます。教育福祉委員会資料1ページから2ページにかけてございます、1の京都市学校施設マネジメント基本計画案についての部分をご覧ください。本基本計画案の構成でございますが、 両学校1はじめにといたしましてただいま申し上げましたような背景目的や計画の期間対象とする施設等について記載しております両学校2学校施設の目指すべき姿では今日的な教育課題等も踏まえて学校施設として必要な機能等について記載しております2ページに入りまして両学校3学校施設の実態両学校4学校施設の老朽化対策に関わる課題では 学校規模等に影響を及ぼす人口動態の現状また校舎や体育館プールといったそれぞれの学校施設の老朽化の実態等を記載した上で構造区体の健全性に関する調査や構造区体以外の劣化に対する対応方針などについて記載しております。両学校5学校施設長寿命化の具体策両学校6長寿命化実施計画両学校7 長寿命化のコストの見直しと今後の基本的な方向性では学校施設の長寿命化を進めるにあたって施設の使用年数設定の考え方や校舎体育館プール等の長寿命化開始等の実施方針さらに校舎部分について財政負担の観点からの検証についてのまとめを記載し今後の学校施設マネジメントの基本的な考え方を示しております。 以上が資料1で添付しております学校施設マネジメント計画本札の大まかた構成と内容ですが本日はその内容をまとめて今後市民意見募集を行う際に使用する予定の資料2をもとに基本計画の内容についてご説明させていただきますのでよろしくお願いいたしますそれでは資料2の3ページの部分をご覧くださいなお各項目には本資料1本札のページ番号を記載しておりますので 併せてご確認いただければと存じます1学校施設の長寿命化計画の背景と目的等2位置づけ計画期間等につきましては主には先ほどご説明しましたとおりでございますが4ページの「両学校2」で本基本計画の計画期間を本市の公共施設マネジメント計画が平成27年度からの10年間を計画期間としていることと踏まえまして平成29年度から38年度までの10年としております。 3の本市学校施設の現状につきましては築後30年以上の保有量が全体の66.1%を占めている状況や全市の公共施設の4割を占めている状況をまとめております次に4学校施設の長寿命化に向けた取り組みといたしまして本札20ページから21ページをまとめた記載といたしまして学校施設の維持管理等にかかるトータルコストの縮減予算の平準化を 実現するため既存施設を全て撤去して新たに施設を建築する改築から効果的・効率的な老朽化対策を行いできるだけ長く使う長寿命化への転換を図り調査・点検・評価長寿命化改修予防保全および事故保全によるメンテナンスサイクルを確立して学校施設の長寿命化を推進する方針を示しております。なおメンンテナンスサイクルとはは具体的には 1、おおむね築後47年前後を目安にコンクリートの劣化や鉄骨鉄筋の腐食状況を把握するための構造区体の健全性調査を実施し健全性の評価を行った上で、で二、施設の使用年数の延長の可否を判断し3、おおむね築後50年までをめどに施設の物理的不具合の改善や耐久性の向上を図るとともに 時代の変化に応じた機能面や性能面の水準向上を図るための改修を合わせました長寿命化改修を実施することさらに4長寿命化改修によって使用年数を延長する際事故の改修及び日常的な維持管理の費用を抑えるとともに万が一の突発的な事故や費用発生を減少させるなど中長期的なトータルコストの縮減や平準化をするための予防保全に取り組むとともに 丸5そうした予防保全によって軽減された不具合や劣化状況を踏まえつつ不具合等の発生に応じた修繕や部分的な改修をする事後保全の実施と丸六、専門家による法定点検や学校による日常点検評価を行いこれらの取り組み内容の充実強化を図るという一連の流れを示しているものでございます。次に5の老朽化しした学校施設の課題とと対応方針として 本冊の14ページから20ページ、また29ページ、30ページをまとめる形で、校舎、体育館、ポールなど、それぞれの課題や対処方針について記載しております。まず、両学校1の校舎につきましては、特に小中学校では、建築年度が異なった複数の等によって構成された校舎を持つ学校は多くを占めており、その結果、1つの校舎でありながら、 校舎を構成する各等の築経過年数に10年20年30年もの差が生じている場合がございますこうした校舎を含む学校の改修の優先順位付けは各等の保有面積×経過年数の合計を校舎全体の保有面積で除した割った課長平均値を考慮した上で総合的に判断し 後ほど説明いたししまますすす基本的な方針の長寿命学科改修をを推進する旨を記載しております両学校2の体育館でございますが体育館も築後30年以上経過しているものが多く昭和50年代以前に建築された体育館では狭硬なものがあり学校教育活動はもとより地域施設としての開放や災害時の避難施設としての機能向上を図るため現在も取り組んでおります小中学校体育館防災機能強化 等整備事業をを継続し改改修や改築を進めてままいります両学校3プールについてでございいますプールについても約半数が築後30年以上経過しており学校教育活動の充実や防災機能向上を図るため築後おおむね30年以上の経過のプールを対象に現在実施しております既存のプールのコンクリート躯体を活用した改修工事を継承することとし施設状況を総合的に評価して 改築または改修を判断いたしますまたプールの改築時期と校舎や体育館の改築時期が合致する場合には敷地面積の有効活用の観点から校舎や体育館との一体化による整備も検討する旨を記載しております両学4グランド教会塀樹木冷房設備等についてでございますが 校舎体育館プールと同様に教会米、グランド等についても老朽化に伴う改修や修繕改築などが必要であり今後校舎体育館プールと合わせて計画的に全市的な対応を検討する旨を記載しております次に両学校5構造区体以外への対応と学校診断カルテの作成についてでございますがこれはこれまでから教室や体育館等の施設物品等の定期点検や 天井材や照明器具などの非構造部材の耐震点検を実施し構造躯体以外の修繕などを行っておりますがこれらについてもしっかりと継続して実施する中で今後は構造躯体以外も含めた学校施設に関する情報を蓄積した学校施設カルテを作成し修繕履歴や点検評価情報等の蓄積活用を施行した上で全校導入を図り 6、校舎の長寿命化改修の方向性でございます。ここでは本冊21ページから27ページ、また31ページから37ページをまとめ、今後の学校施設、特に校舎について長寿命化改修を進めるにあたっての基本的な考え方をまとめております。まず、両学校1として、 校舎の目標使用年数の設定についての考え方を記載しております。本市の公共施設マネジメント基本計画では、建築物の目標使用年数を原則80年として施設整備を推進するというふうにされている一方で、文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る手引きでは、鉄筋コンクリート像の学校施設の法定対応年数は47年となっているものの、これは 限界償却費を算定するものでございまして、物理的な対応年数は、これより長く適切な維持管理がなされた場合には、70年から80年程度、さらには、技術的には100年以上持たせるような長寿命化も可能であるとされております。従いまして、先ほどご説明いたしました構造区体の健全性調査、評価結果により、校舎の目標年数を表1のとおり、 60年、80年、100年の3種類に分けて取り組むこととしております。60年仕様とは一般的な鉄筋コンクリート像の改築年数とされている期間でございますが、現在の校舎で安全性、財政面及び機能面から長寿命化が効果的と判断できない場合に適用するものでございます。80年仕様とは築後50年頃に長寿命化改修を実施した上で設定するものであり、 本市の多くの学校施設がこれに該当する見込みでございます100年使用とは近年建設された学校施設が該当し必要な予防保全や長寿命化改修を行った上で設定するものでございます6ページをご覧ください両学校に長寿命化のコスト見通しと今後の方向性についてでございますこの度の基本計画策定にあたっては改築建て替えから 長寿命化改修によるメンテナンスサイクルの確立によってトータルコストの削減と予算の平準化を実現することとしておりますが学校施設の使用年数の設定の違いによる今後の財政支出の見通しについて資産シミュレーションを行っておりその内容をまとめております全ての施設を60年として改築した場合全てを80年または100年として長寿命化改修を行った場合 80年と100年を組み合わせた場合さらにそれに60年設定による改築を組み合わせた場合の4パターンを試算し表2にまとめておりますその結果表の一番下にございます学校ごとに築60年80年100年間の使用目標を組み合わせて使用することで財政負担が最も平準化しさらに総経費年平均財政負担も抑制できると試算しているため 3種類を組み合わせたものを基本方針として取り組みを推進してまいりたいと考えておりますただし100年以上の使用目標を増加させた場合増加させた分だけ後ろで改築時期が一斉に到来するという課題がございますので常に長中長期的な見通しの点検修正に繰り返し取り組むことで後年度負担の軽減策を計画的に講じることを記載しております最後に7施設整備の方向性でございます これまでから学校施設改修、改築の際等には新たな教育ニーズや多様な社会的ニーズを踏まえた様々な課題に対応できる整備を行っておりますが、今後も多様な教育活動の推進に対応できる施設整備を進めるとともに、地域に開かれた学校施設の在り方や防災機能の強化向上に向けた施設整備も進めていくことを記載しております。 本基本計画案についての説明は以上でございます。それでは、教育福祉委員会資料2ページにお戻りくださいまして、2の市民意見募集についてご説明させていただきます。すでに本市の公共施設マネジメント計画策定段階におきまして、学校施設も含めて市民意見募集が実施されているところではございますが、 先般の決算委員会での下村委員長からのご指摘も踏まえまして学校施設の市民活動や防災拠点としての意義も踏まえて11月14日から12月13日の約1か,1か月間ただいまご説明いたしました資料 2, 資料2に基づきまして市民意見の募集を行ってまいりたいと考えております募集方法は郵送、ファックスウェブへの入力としており 資料2の図書館や京都市役所総合受付各区役職などの市関係施設での配布やホームページでの掲載を予定しております次に今後の予定についてでございますいただきましたご意見を踏まえまして本年12月までに本基本計画を策定いたしますまた28年度中をめどに本基本計画で示す基本方針を踏まえた具体的な長寿命を開始を実施するための 行動計画草案を策定予定であり現在すでに行動計画草案策定の業務委託のための業者選定にも着着させていただいているところでございます以上が説明でございますよろしくお願いいたしますご苦労様でしたそれではただいまの方向について何か質問はございますかはい。それでは富井委員 おはようございます今、さらっと説明をお伺いしたんですが、ちょっとおさらいになると思いますけれども、今現在ですね、新しく建てられた学校、中高、小中一貫の学校ありますね、大体これについては、ざっと100年も足したいということ、それからもう一つは、 えー、今あの、実際、一番多いのが大体、築60年、築、えー、鉄筋コンクリートになって60年とかですね、そういう70年とかいう学校がまあ多いということを聞いたんですが、これについてはあの建て替えも含めて考えていくということでいいんでしょうか。稲田総務長 先生のおっしゃるとおりでございまして近年建てましたものは事後、えー、保全としたしながらかなりあのしっかりしたものができておりますので100年を待たせてような計画でさせていただきたいと思っておりますし多くのものは今やっております長寿命化事業を挟みながら80年は持たしていきたいであの先ほど申しましたいろんなコンクリート等の調査をして60年回収いわゆる長寿命化をするには金がかかりすぎるような コンクリートの強度が弱いものについては、えー、改築という形の60年というような周期で持っていきたいというのが、このマネジメントで示させていただいたものでございます。富、はい、そこでですね、<laughs> あのまあ、現在60年、70年、まあ、特に60年以上経っている鉄筋コンクリートについてはです、ね、まあ、あのかなりこの京都市内の、えー、特に小学校。 まあ多いと思うんですがまあ、中学も多いんでしょうねでこれに関してはあの順次ですねやっぱりあのこう優先的に立て替えていくというそういう今教育委員会の考え方で我々も認識していいんでしょう稲田総務長基本的に今までからもあの 建築年数の古いものから順次やっているわけですけれども今あの長寿命化ということで基本はあの今示させていただいているように60年程度で長寿命化という工事でコンクリートの強度を高めるようなことをして80年も出すというようなことを基準としているものでございます順番に基本的には古いものからやらせていただきますけれどもここにあの先ほども示させていただいたように校舎の中には増築増築で 年数がそれぞれ違うものがございますのでそれは一旦平均したような建築年数を出してそれを見合わせに、えー、最終的にあのそのコンクリート等の健全使用さの結果を見て、えー、どの程度持たすかというのを判断させていただくというものでございます。あのなぜちょっと聞くか言いますとね、まあ、私が出た小学校まあ初中行ってるんですけども。 私が小学校5年生の時にできた鉄筋コンクリートの校舎がいまだにあるわけですね。で、それはいわゆる長寿命化を図って、現在でも子どもたちがそこで勉強しております。で、家庭科教室もあります。以前は小あの教室だったけども家庭科教室。で、ただ、あの、やっぱり地元に根付いている人たちはですね、俺が小学校の時やとかね、結構私らの仲間もいるんですよね。で そういう人たちが、われわれの同級生なり、まあ、先輩なり、ちょ,ちょっとした一つ、二つの後輩なりが、もうそれでもみんな60超えてるんですけれども、実は非常に心配をいたしております。で、あのえー、耐震化もですね、図ってはいただいて、でいや、これ、耐震化を図っているら大丈夫だろうというところがあるんですが、そういう、あの当然、話もわれわれ、してるんですけれども、 しかしやっぱりあの不安は拭えない不安は拭えないであのそこに来られた校長先生なり、まあ、教職員の先生がやっぱりその見栄えはいいけれどもやっぱりこれ古いんですねっていう場合であのよく話するんですがじゃあやっぱりこれは建て替えはやっぱり必要でしょうねという話もやっぱりちらほら出てくるわけですねでそこで今後その教育委員会として これからその例えば劣化状況とかですね、そういうものをこれからも調べていって、まあ、順次やっていくということでございますが、なんとなくそれでも我々は不安を覚えます、でそこで確実に、例えばですね、まあ、これから市民意見をの募集をされるわけですけれども、そのまあ、なるべく早くですね、 その小学校だけでも170校ぐらいあるんですかねで中学校もかなりのあ,ありますがやっぱりそこをですねきちっとあのその特に地区地区じゃない、えー、鉄筋コンクリート化されて60年70年経ってるところについてはですね優先的にこ全部調査をしていただいてなるべく早くですね その回収方法とかですね、そういうものをお示しをいただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょう稲田総務長。この学習マネジメント基本計画案につきましては、大きくは基本方針を示させていただいておりますけれども、先ほどご説明させていただいたように、今度、これに基づいた具体的な行動計画というのを、今年度予算2000万いただいて策定する予定でございます。 でこれにつきまして、えー、大体学校の,その区分けとか、どの,どの学校が範う範疇分かれていくかとか、そういうような考え方を具体的に示していくようなものを今後、作らせていただこうと思っているところでございます都民<井>、まあ。ぜひお願いしたいと思います。あのえーまあ、今後の予定でございますが、これ、平成29年3月基本計画に基づく行動計画。 素案を策定予定ということでございますが、ざっとこの計画でいきますと、行動計画はいつ頃ろ、まあ、3月から策定予定でございますが、いつ頃行動予定があの行動計画が出来上がる予定ですか稲田総務長。この辺の予算、頂いています。であの先にできる 部分についてはもう業者選定にかからせていただいてこの同時並行で今今市民このマネジメント計画について市民意見募集をするところなんですけれどもこれを終わってからですとちょっとずれてしまいますので先できる部分については先しようということで今の行動計画の業者選定をしておりますその部分についてできるだけ早くやりたいと思ってますけどちょっと20 29年度にはちょっと入ってしまうかもしれないちょっとこの結果 基本マネジメント計画自身がちょっと申し訳ないですが、遅れてしまっておりますので、できるだけ早期にあの策定したいと思っておりますみいん。<富>もう最後にします、先ほど、部長がちょっと言われたように、あの市民、手続きとしては、今度、市民からのご意見をお聞きする、しかしながら、私たちとしてはです、ね、それはそれできちっと手続き上やっていただきながら、なるべく早くです、ね、この具体、 もう分かってそちらの方でもうおあの、各小学校なり中学校なりの、もうあの、まあ、高校も含めてでしょうけど、あのそれからもう一つはあの支援学校です、ねもう、もう含めてでしょうけれどもあの、具体的なデータをお持ちでございますので、えー、なるべく早くです、ね、そういうものに取り掛かっていただきたいということを要望して終わります、はい、進行します。加藤委員 事前にきょうご報告いただいた、この京都市教育委員会として作られたあの基本計画案の,あの前段の段階ですね、業者にえこのマネジメント基本計画の策定をあの委託されておりましたので、その,あの成果物をあのいただきました、委員会資料としていただきました。 であの前回、の委員会でやり取りをさせていただいた際に、基本的にはその業者にマネージメント基本計画案を作成をさせです、ねで、それを受けて、教育委員会としてその中身を精査してです、ね、その後、市教育委員会としての案を今回、示されていると。 こういう流れなのだということをご説明いただいております、冒頭、伺いたいと思いますのは、業者が作ったこの基本計画案と、この市教委としての計画案、差があると思うんですけれどもね、どこをどう精査されたのかということについて、ご説明をいただきたいと思います。稲田部長 これがあの業者に作らしたものを3月時点で,のであの成果物としてもらっているものを示させていただいております。でこれについて大きく違いますと、ころは、まあ、あの今までの成果物の内容、まあ、細かいデータまで含めてございますので、えー、客観的なデータですとかあるいはあの国の方針等なんかの情報を元にしながら、えー、作っているものでもございます。ただあの業者の作ったものについては例えばあの いろんな国の方針あるいは文部科学省のいろんな手引き等をそのまま引用していながらそれの説明行政としての説明の部分が足りない部分とございましたのでそういうものを補足させていただいたりあるいは市民の方に分かりやすい形で読みやすいようなものとして加筆加えさせていただいたり修正させていただいたようなものもございます。そういうい観点から 行政としての方向性として完成さ今一旦完成させていただいたものが今の、お示しさせていただいた計画でございます。加藤委員えと今のご答弁で言いますと、えー、基本の方向性は同じだけれども、市民にとって読みやすくしたっていうことが修正点だっていうことでしょうか。稲田部長 まあ、一つはそれでございますけれども、もともと出ているデータ等が、えー、実際に、えー、正しいものかどうか、そういうものについて、精査、整理、評価などの作業も行っていたというところでございます加藤委員これ、委員会資料で事前にいただいたね、あの業者委託で作ったあの基本計画案なんですけれども。 表紙がないですよねでこれ、えっと、おそらく、えー、今回見せていただいたらこの京都市学校施設マネージメント基本計画っていうことで京都市教育委員会っていうふうに書かれたもので今日の委員会報告資料を配られていますので同じようなこれあの業者から提出された際にもあの表題がついてたんではないかなっていうふうに思うんですがここにはあの何と書かれてあったのかっていうのはあのご紹介いただきたいというのが1点。それから あのもう1点は、先ほどあの計画期間が10年だというお話があのございました、しかしこの,あの業者のやつを見てみますと、14年ということにあのなっておりまして、これ、なぜこういう違いが生まれたのかということもあのご紹介いただきたいというのが2点目、それから、全行政区ではありませんけれども、 あの帰宅については、学校施設カルテのサンプル版というものが、あの業者からは出されております、でこれは、あの他の行政区もこれあの、作成をされたのかどうかあのあの、資料提出の際に、いやもう元ともとからしかなかったのか、それとも、あの提出の際にですね、教育委員会のサイドで判断されて、帰宅だけにされたのか、この辺の経過もご説明いただきたいと思います。 田部長まず1つ目の表紙の部分については、あくまでこれ、の叩き台としてございますので、今の状態のものを出提出されているというものでございます、それから10年、8年の問題につきましては、もともとの京都市総体の公共施設マネジメントの機関に合わさせていただいたというものでございます。 でカルテにつきましてはあの今出させていただいている帰宅の分についてはあくまであのサン前回の資料要求がございましたときもサンプルでというふうなことを私申し上げていたと思いますけれども全行政区分を成果物としては提出されておりますけれどもあの膨大な量になりますので帰宅の分だけをサンプルとして出させていただいたものでございます。つ目の,この質問ももとととがなかったっていう ご答弁だったたといいいいうに聞いたらいいんですねであの計画期間はなぜその業者は14年っていうくくりにされたのかでそれをその、まあ、京都市として10年に合わされたっていうその京都市総体の計画期間に合わされたということだと思うんですけれどももともとその業者委託される際にそういうことも精査されてですね 基本は京都市総体、こういうふうになってるんだということを前提に委託されているのかなというふうに思っていたもので、なぜそういうふうにならなかったのかということのもう少しあのご説明はあの加えていただきたいというふうにあの思います、それからあの学校施設の,あのカルテについては、全行政区あるということであれば、資料としてあのいただきたいというふうにあの思います。 それであの今の点、えー、お答えをいただきたいということともう一点はです、ね、これは業者が作成されたあの案の中にです、ね、先ほどあったあの60年とか80年とか100年というあの持たせるというようなあの期間の話があったんですけれどもそこに入る前段階での判断ということがあの明記をされております。 と言いますのは、えーっと、学校施設整備の基本的な方針ということで、京都市の学校等配合の歴史がです、ねあのえー、紹介をされておりまして、基本的には学校施設の活用方針等ということで、3つの例が考えられるということがあの明記をされています。1つはあの、現状の規模や機能を維持する学校。 えー、児童数が減少しないというようなことで、えーまあ、今後も改修しながら、えー、対応していくんだっていう学校の区分これが一つだと二つ目に、あのー、他の公共施設との複合化教養化を検討する学校これはの、えー、児童生徒数が減少していっているというような学校については あのそういう複合施設っていうようなこともあの検討していくんだというのがこれ2つ目の区分それから3つ目があの統合等を検討する学校ということであの児童・生徒の減少が著しい場合はあの統合を検討する学校の対象と考えられるということで統合等の検討にあたっては地元指導による取り組みを 推進していくことになるっていうようなこともあの書かれております。あの加えてですね、並行施設については特段の事情がなければですね、京都市の資産有効活用基本方針に基づいて私、えー、有地の有効活用に関する提案を受け付けていく市民等提案制度の対象というようなこともあの明記がされているということでありまして、この。 3つの,あの区分まあその、えー、維持するものについてはどうしていくのかっていう話なんですけれどもその維持するかしないかっていう入り口の,あの区分ということについてもこの業者委託の中にはあの明記をされてるということでありましてあのこの点は、えー、京都市教育委員会の今回の示された基本計画の中にはですねちょっと読み取れなかったんですが。 あの明記されているところがあればあのご紹介いただきたいというふうに思います井上部長まず1点目の計画期間のことでございますまあ、業者の出しているものについては8年間を第一期間としてまたその後に二次期間というのを作って重複させてやるような計画になっているんですけれども私どもの最初出させていたものにたものについては国の手引きですとか えー、去年の3月にあの京都市として策定されております京都市公共施設マネジメントの基本計画に習いまして、えー、一般的なこの計画期間の10年というのを採用させていただいたでこれ行動期間も合わせてこの10年とすることで分かりやすいようにしたというのが趣旨でございます。 それから、公表については特に量がたくさんということで帰宅だけ出させていただいておりますけれども基本的には情報については特に出て支障のないものでございますので全部は出させていただきますそれから今おっしゃった部分については基本的に文部科学省が27年の4月に長寿命科計画策定にかかる手引きというのを出しておりまして そこであのいわゆる学校の適正配置の関係で今のようなものを出させているのをほぼそのまま引用しているような状況でございます。で基本的には文部科学省もあの他の地域もそうですけども学校統合について一定の,その計画を作ってそれに基づいて統合するというような大きな流れなんですけども。 京都市の場合はこれまでの学校統合は行政が一方的にその計画を作って進めていくというのではなくて地域の方々のご要望等を踏まえて進めていくのを趣旨としておりますのでいわゆる国の,その適正化計画というの部分については採用しないということで削除というかそれに関連するものは除いているということでございます。 これはの業者委託の表現全部あの京都市の、ね、統合のの歴史にも触れてるんですで京都市の今あのご紹介したようなあの、えー、京都市資産有効活用基本方針というようなこともずっとこう詳しく、ね、展開されておりまして私もあのこれを読んでですねあの教育委員会があの学校統合の,あの判断をされるというようなことの議論の経過の中で言えばですね地元から要望があったからやるんだと。 いうことを繰り返し言ってこられたというふうに記憶しておりましてねそれで言えばこの、えー、まず総枠どこが統合すべきかっていうのを決めてあのその上で地元主導でやるんだっていうこの表現についてはですねちょっとこの今までの,あのご説明と違うのかなというふうに思ってあの読んでいたんですでそれで言いますとこの業者委託で出された、えー、冊子の 学校施設整備の基本的な方針等という25ページからですね、この27ページのところまではですね、京都市教育委員会としては採用されなかったというふうに確認をさせていただいてよろしいでしょうか。稲田部長 あの元,あの元,の元業者に出していたぼのの冒頭については、もちろん京都市の統合の計画を書いている部分ですけれども、主な、その以降の部分は、そうした国の計画等のもとに、基本の手引き等に出ている表現を用いておりますので、京都市としての統合のあり方としては違うということで、採用していないということでございますよろしいですか。はい進行します大津副委員長 ああ先ほどの資料ですね、はい、すみません。えー、例えば、加藤委員から要求になりました、全学校の診断カルテの資料については、理事者、提出できますか、稲田部長。させていただきます。はい、えー、理事者、提出できると,とのことですので、えー、委員会資料として提出を求めることにご意議ありませんか、はい、意議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。宇佐美 進行します。すみません。失礼いたしました。はい、あのすみません、えー、っとこれまあ、えー、学校施設マネジメント基本計画あのまあ以前からも私もあのいろいろと。えー 課題をです、ね、あの申し上げてきたところなんですけれどもその、まあ、今回こういう基本計画を作られるとで長寿前床による持続可能な教育環境づくりということなんですが、まあ、この中を見てますとねでちょっとやっぱりあの気になるのがですねその例えば9ページのところの、えー、学校施設の目指すべき姿というものがですねこれがその具体的にですね 今京都市が考えている姿というのがです、ね、もう少しやっぱりあの目に見える形で,です、ね、市民の皆さんにお示しをする必要があるのではないのかなと、えー、例えば多様な教育活動の推進というところで、まあ、いろいろまあ書いていただいて、まあ、この、えー、文章を読むとねあそう、まあ、いろいろいいこと書いてあるなと。 いうのは分かるんですけれどもその具体的にじゃあどんなことが今京都市としてえ検討してきてこういったものを織り込んでいきたいなとかいうことがですねそのもう少しその分かりやすくです、ねえー、例示しながらですね変えていただくことができないのかなと。で最終的にに市民の皆さんに、あのー 出すこの資料2の一番最後のところにです、ねまあ、同じように施設整備の方向性としてバッといろいろ変えていただいて、まあ、イメージ図というのはあるんですけどね例えばですね東山改正館みたいなものを作りますという話なのかですねいやいやそうじゃないと例えばこういった学校のものをやるんですよとかそういったその今いろいろとこうあのトライされてですねやってこられた中でですねその具体的に。 どういった検討があって検証があってでこういったものを取り入れていくっていうのが今の京都市の考え方ですよっていうその結果をねあの今までやってきた結果をこの中にその具体的に例えばそういうこういう名称を入れるとかですねこういった取り組みをやってきたからここを入れ込みたいとかですね そこをやっぱり入れていただかないと、ですねちょっと市民の皆様、これ、パッと見られても、ですねいろいろいいこと書いてあるけど、具体的にどうなんかなというのが、イメージがちょっとつかみづらいのかなと思うんですね。で、その辺をちょっとまずお答えいただきたいんですけどいかがでしょうか稲田総務長9ページにございます、学校生設目面接すべき姿というところでございます。このあのあ マジネメント基本計画、まあ、基本あの大きな方針を示すということで、まあ、計画期間も長いですので,で基本的な考え方をお示しさせていただくという形にしております。で具体的なの細かいことを詳細を書きますとやはりあの時の計画に経過によってあの いわゆる陳腐化してしまう部分もございますので、えー、基本的にはこの大きな考え方をお示しさせていただくということで書かせていただいておりますただあの市民の方々に今後このパブリックコメント等最終出来上がったものにつきましてはもともとの業者についてもこのパンフレットを簡単に市民の方に分かりやすいようなあの施設の写真等も入れた パンフレットを作成しようというふうにも考えておりますので、そういうものであの市民の方にわかるよりやすいうものにしていきたいなと考えているところでございます。宇佐美委員、まああの例えばね東山回生館だったらあのそう図書室とねいろんなこうメディアセンター的なこう広広いところでですねこういろんな調べ学習ができる例えばこういったものを今後あの新たに例えば例としてねこういった形で学校が変わっていくんですよとか。 例えばその給食施設についてもこういうふうになっていくんですよとかいろんなねその今までやってきた取り組みを反映させたものだということをですねやっぱここでうっていただきたいなと思うんですね。というのがやっぱりその今、京都市のすべての小中学校が全部同じ状況かというとそうではなくてそのこの前も市長申し上げてましたよねその将来に向けての1つの選択としとしてこんなこともやってるんだ。 ここんなことを答弁としても私に対しても言うていただいてああなるほどなとは思うんですだからこそそういう将来がここにあるんだと思うんですよねそこに書いてもらわないとですね今までやってきたことに対する評価、えー、その審議がですねどういうふうになされてるのかなっていうのはこれじゃちょっと正直よくわからないだからこそやっぱり具体例をですねもっと入れ込んでいただきたいなと というのがです、ね、それがないとです、ね、逆にこのコスト積算されて、まあ、予算ざくっとこんな感じですよって書いてあるんですけれどもこれが、ね、その私以前も申し上げてたそのどういった仕様のものを作るからこういうものなんですよという今の段階での見積もりが、ね、どうなっているのかその中身が、ね、ちょっとこれでよくわからないんですよね正直。 でここの見積もりが間違っていれば、ね、まあ、間違っていやるってこと市民の皆様の思いとずれていればです、ね、詳細にどんどん落とし込んでいってもです、ね、どんどんやっぱり、それは解消されないわけですから、基本的な一番大きな計画のときの,の中身が、やっぱりあの市民の皆さんの思いとつながってるものであってほしいし、今までのやってきたことをきちっと反映されてるものであってほしいし、そういう意味でね、具体的にもうちょっと変えていただきたいなと思うんです。 その辺はいかかがでしょうか稲田部長もうこの基本計画につきましては想定しているのは今の学校が、えー、この基本計画の積算等につきましては今の学校がそのまま続いた場合のことを想定しておりまして今までの改正官とかの両方とか統合によって学校が減るというものについてはこれを想定したものではございません。だからあくまで今の学校が 老朽化して60年経った時点でさらに延命化するような工事をするその際にいわゆる防災機能をつけたり校舎の,位置を、まあ、の教室の配置換えをしてそれぞれの今の教育活動に使いやすいものにするという長寿命化今はやってますけれどもそういうものをする前提でこの積算をしているものでございますのでいわゆる統合の部分まで想定して入れているものではございませんのでそれはご了解いただきたいなと思っております。 宇佐美あの統合の部分まであの入れてないというの、ね、は、要するに統合のところだけ特別もんやというふうに今おっしゃられている意味なんですか、ちょっとお答えください稲田部長。この計画ではその、将来的な統合までを想定して織り込むことはできないということを申し上げているものでございます。宇佐美 私が申し上げているのは、統合校の使用は特別な使用なんですかと、統合しないとあの使用にはならないんですかということをお答えいただきたいんです。稲田部長 学校の統合の場合は、一定その将来的に子どもが増える場合もございますので、一定多目的室とか教室に転換できるようなスペースを作ったりしております。だからそういう部分は確かに他の今の既存の学校で調味料をする時にはできないものがございますけれども、それはあ,のあくまで統合という要素から来るものかと考えております。宇佐美 いやあの私が申し上げているのはね、その教室や図書室の配置や携帯構造など工夫や先進的な設計の導入などに取り組むことが重要であると、文書で書いてあるんですけどね、この先進的な取り組みっていうのは、そういうところの学校での先進的な取り組みだという、私は思いを持ってこれを読んでたんですけれども、そうではないんですかね。市田教育次長 例えば統合校改正案とかですねそれについて先進的な部分もありますそういうのも一つのモデルケースという形で今後の施設整備におきましては取り入れていく一つの選択肢の一つであろうというふうにも思いますし これまで私どもが取り組んでまいりました長寿命化事業、そういうの中でも教育の多様化に機能あの対応した多機能化を図るとか、そういう部分も私どもといたしましては先進的なものというふうに思っておりますので、そういうのも一つの選択肢、いろんな選択肢、将来に向かっての施設整備において、いろんな選択肢があろうかと思います。そうした中で、それぞれの各学校、立地条件も違います、敷地面積も違います、高さ制限とかも異なってまいりますので、どういう要素が取り入れていけるのかということ のが、今後、検討していくことになる課題であろうというふうには思っておりますまあそこのところがですね、その要するに京都市として、今後のあるべき小中学校の姿っていうのが、今現在、どういうふうに思ってらっしゃるのかっていうところがね、その具体的な形として、ここの中に書いてほしいということなんです、私が申し上げているのは、A という学校は狭いからできません、B という学校はまあ広いからできますとか、かそれもまだなんかちょっと違う気がするんですよね、正直。 だって今リニューアルの話なんですよね？これ。リニューアルの話ですよね。あの場所が狭かったら建て替えもあの校舎の配置替えとかも含めてやっていくわけですよね。そういうことですよね。だから狭いからここはできるとかできへんではなくて、元も々ともとこういった。絵姿のものを教育施設として、京都市は作っていきたいなと未来に向けてというものがね。もうちょっと具体的にね。その今までやってきた。 そのの取り組みの中で例えばこういうものとか例えばこういう学校のこういった部分であるとかですねこういったところを、まあ、それをそのまま作るではなくてもそういったものを生かしながら発展して今後考えていきたいとかねそういうふうに書いていただいた方がですねこれをままだとですねあのちょっとなかなか字面を読んでてもですねその具体的にあ,ああそこの学校だああいうふうになったああなるほどあれは素晴らしいあれはいいなとああいうトライアルをされたのを今後展開されていくんだなというふうに 書いていいてたただいた方がねちょっと市民の方には分かりやすいんじゃないのかなということをちょっと思って申し上げているところなんですけれどもね、せっかく今までいろんなことをですね教育委員会されて、あの非常に保護者の方からも地域の方からもご理解いただいて、まあ、ただ、統合校が一番ね、今、新しい学校だから統合校と私、申し上げているんであって、ですねそれ以外もあるわけですよね、新しい校舎を作ってきたところも。そういったところでその取り組み例をね ここら辺に変えていただくことがね、よりその未来に向けて明るい希望をね、保護者の方も地域の方も持てるんじゃないのかなという思いなんです。ですので、このイメージ図というのではだけではなくて、ですねどっちかというと学校ってこう外見じゃなくて中身が大事だと思いますんでね、その辺をちょっともうちょっと変えていただきたいなというふうに思うんですけどいかがでしょうか稲田総務長、市田次長。 あのおっしゃいますように、統合校だけでなく、例えば子どもの数が増えたということで、えー、増築したようなあ最近のケースもございますので、そういう中ではやはり、できるだけ、えーとえー、先進的な教育に取り組めるような施設整備を行っております、まあ、そうしたあの私どもの実績といいますか、実践も含めまして、今おっしゃいました趣旨につきましては、えー、どういう形で盛り込めるかということにつきましては、検討させていただきたいというふうに思います。 宇佐美ありがとうございます。やはりそのね、あの最終的にどんな感じになるのかな？っていうのはこれなかなか一般の方ね。この文章だけでは正直ちょっとわからないし、あの思いとね。違ってたもちょっとどうかなと思うので、その辺についてはちょっと考えていただけたらなと思います、えー、私からは以上でございます。はい進行します。大津副委員長 はい、よろししくお願いします、えー、と基本的にあの非常にこの内容自体はあの賛同できるところなんですがあの30、31ページを見ててちょっと結局あの僕の読解力の問題かわからないんですけどちょっと読み取れなかったところをあの教えていただきたいんですけど、まあ、今回の目的としては、まあ、総コストを トータルで見て下げましょうということと支出の平準化を図りましょうということだと認識しておりまして平準化に関しては理解ができておりますで総コストのところが結局のところどうなんかがよく分からなくてですね、えー、つまり例えば50年のものを80年にしますということになると、まあ、30年間長く使えるということですんで、えー、まあ、改築したのに比べると改築費用のま例えば5分の3 50年のうちの30年分のお金よりもこの長寿命化の方が安ければトータルでコストが下がるというようなまあ単純に言うとそういうことかなと思ってましてただあの例えば30ページの最後から31ページにかけてのところを見ていると長寿命化回収の導入によってえまあかえってコストが上がるみたいな表現もあってですねこの長寿命化に対するコストがどれぐらいかかるかってちょっとイメージが湧いてなくてこのあたりのちょっと関係性を、えー もう一度改めて教えていただきたい一つはあの、えー、確かに委員おっしゃるように、まあ、改築となりますと、構造区体そのものを変えてしまいますので、えー、撤去費用も含めて大きなあの予算がかかりますで、改修という部分では、最終的にあの80年後、100年後に改築をするわけですけれども。えー 予防保全とあるいは事後保全を適度にこう、えー、改築とか適正化することによって、えー、大きな改築をできるだけ減らせるというような効果があるということでそうことコストが抑えられるという部分があると思いますで、えー、改築の方が改修より安いというのはどんな場合かといいますとやはりあのコンクリートの強度健全化調査をしてみて。えー それを伸ばすすためのいろんな工事ですねそれを強化するための工事よりもがあまりにもちょっとお金がかかりすぎるという場合も想定されますのでそういう場合は改築した方が早い安いだろうということを想定して書いているものでございます。 大津長はいあのそうなんだと思うんですけど、えっと、私が聞きたいのは、えー、結局この長寿命化改修っていうのもかなりお金がかかることなんじゃないかなというふうに思ってまして、えー、改築がすごくお金がかかることは理解してますで、えー、この保全をして長く使っていくっていうのは大事なことだと思うんですけどこの長く使うことにも当然お金がかかるという中でこれ,、まあ、これがあのほとんどの学校で、まあ、明らかにいや長く使った方が安くつくんですよっていうような 想定をされているのかいや結構その物件ごとによって当然違いますし、えー、トータル費用っていうのはそこまで大きく変わらないというレベルのものなのかその辺がちょっと分からなくてですね、えー、まあこの何でかって31ページの56行目ぐらいだと思いますけど長寿命化開始の積極的な導入によって総工事費が大きく増加したことが影響しているみたいな表現もあってその長寿命化というのもかなりお金がかかるんじゃないかなというような 呼んんででるるとイメージがあるんですでその金額の規模感が全然違うものなのか、えー、その辺をちょっと知りたいと思い、まあ、今おっしゃっていましたように、施設の大きい,少ないで、少々大きな差はございますけれども、このシミュレーションではあの改築の工事費は、 い億億から40億というのを想定しております一方でこの長寿命化改修につきましてはあの、えー、現在行っているものを含めましてその改築の経費の5分の1程度4億から5億円で今やっておりますのでそういうものを想定したものでございます大津副員長分かりましたということは、まあ、その例えば今の改築が20億円だとすると、えー、まあ 50年ごとに改築するのをまあ80年にするってことはまあ30年分で考えるってことだと思うので例えば20やったら5分の3のえっと10 12億円ですか12億円と改修のまあ数億円との比較で安くなるだろうという,そう,そう,いう考え方ででよろしい伊沢、ね、部長次のそういうことでございます。 大津副委員長でその上で、それを個別に試算をして、えー、安くなる方でやっていくという理解でいいんですよね、個別に検討していくということですね稲田部長。おっしゃいましたように、具体的には行動計画も含めて、いわゆる健全度調査というのをしてみて、同じような建築年数でも、やはり持ちの長、の 長く持ちそうなものと、ちょっとそこまでは持たないなというのが出てくるかと思いますので、そういうものを調査した上で、最終的な判断をさせていただくように考えております大津副委員長。大体、はいえー、いい理解できました、まああの、総コストもそうですけど、おそらく平準化のところもかなり重要でありますので、あのぜひあの緻密なシミュレーションをしてあの、無駄ができないように進めていただきたいと思います、以上です。はい、進行します島本 はいえー、っと私の方から1点だけですねあの、ちょっと先ほどからもお話出てきたかもしれませんけれども、いわゆる今後、えー、建設する学校施設は100年以上の使用を前提とした設計構想を進める、えー、近年建設された学校施設がおね該当するというふうになっておりますけれどもね、あのー、これ、逆に、 近年のこの整備、設備、整備の在り方、どのように認識しておられるか、あのまあ、昔に比べてですね、やはり整備の在り方が、まあ、デザインビルド方式とかになりますとね、設計自体もすべて任せて、まああの、入札というんですか、まあ、コンポース、えー、ね、 あのプロポーサル方式になっておりますので、えーまあ、やってもらって、えー、から来るということでありますから本来、まあ、昔は、ねあのまあ、都市計画局さんの公共施設、えー、建築部とかあの、まあ、詳しいことご存知かもしれませんけどすべてやはりしっかりと、ね、この京都市の、えー、大切な公共施設に関しては あの設計から何からまあしっかりやっていて、言ってみたら、本当にこんな分厚い分厚いあのファイルが何冊もなる一件のものを建てるにしたらね、設計図書というようなあのまあ図面であったり、そういった確認図書がま存在してたわけですが、それがまあ全く手元にないような状態での,あの方針になっておりますけどね、そういったえ安全性の確認であったりとか、その担保、そういった部分が、 あのしっかりできるのかな、えー、どうなのかなという懸念もあるんですけれども、その辺は、えー、どのようにお考えになっておられますでしょうか稲田部長今の,あの、ご心配でございます。あの いわゆるデザインビルドっていう設計も建設もという部分については、一時私どもも活用していた部分がございますけれども、この間は設計と建築とは別にさせていただいておりますし、もちろん公共建築部の方でしっかりとしたチェックも入っておりますので、その点はご了解、ご安心いただければなと思っているところでございます島本委員。しっかりとしたチェックですね、ができているということでありますけれども。 まああのね、本当に近年いろいろなところで、えー、そういった方向で建てられたものが、えー、後からいろいろな、ね、京都市に限ってはそんなことはないと思いますけれどもね。あのー まあ、構造でね、もう具体的なことを申すまでもなく、皆様がご存知だと思いますけどね、えー、報道等にも問題になっておりますようなことを、どん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 出てきている状況の中で、えー、その辺ですね、本当にこのを目指すのであれば、ですね、えー、根本から、もう立ててしまったら、一回またバラバラにして、えー、中までね、あのー、確認するっていうようなことはできませんのでね。えー、まあ あの総コストを下げたり支出の平準化というんですかそのためにやはり財政難であるからということで。えー すべ、ね、て任せきってしまうというような風潮になっておりますけれども、まああの、言ってもね、そういった指摘、この数年間させてきていただいた中で、えー、前も私あの、評価させていただきましたが、教育委員会におかれましてはね、本当にそのもあもしっかりと確認なり、また地域経済の活性化まで見据えたようなあの発注のあり方も、えーまあ、やっていただいていると思っております。しっかりその辺の辺ところね あのまた今後も、えー、担保しながらあの進めてい,ていただきたいと思っております。でね、えー、例えば、ちょっとこれね、あのー、16ページの部分なんですけれども、どういった問題がね、あのー、例えばね、えー、設備、冷房設備の老朽化などというところで、えーまあ、特に平成14年度から5カ年計画で、えー、全講師の、えー、全普通教室に冷房設 設備の導入を進め、小学校では民間の専門的な技術手法や資金を活用する PFI 手法、いわゆるもうこれ、ここだけじゃなくて、あらゆるところが PFI 手法というところ、増えてきておるようですけれども、これが約5ヶ月間という短期間に集中して整備を完了,完了させた空調設備の一斉の更新時期が間近に控えており早急の対策が必要となっていると。 まあここまでしっかりとあの書いておられますがねやはりこの辺もあの何か PFI 手法に関して今後、私はまあ基本的にはねちょっとあの問題意識を持って取り組んでおるものですけれどもえ同じ PFI でもねしっかりとえこの辺 その時に一斉に、まああの、やはり行政負担も、ね、大変だからということで、進めておったものがえ後から後から問題が出てくるところというのもあるかと思いますけれども、えー、この辺のに関してはね、えーあの、どのように考えておられるか、そして、えー、ここの部分ねあの、早急の対策、えー、具体的にね、あのどうしていかれるのかと、えー、いうのをちょっともう少し詳しくお答えください。 稲田総務この PFI での空調の設備でございます、この平成18年度から30年度のっていう PFI 期間で、当時156校、約2500室を。 一斉に冷房化しましまたこれはやはり赤田市学習指導要領で事業所の確保が求められるという中で夏の暑い部分でも学習がしやすいようにということでこれはもう 順次やっていくというよりも、一斉にしなければやはりいけないということで、この PFI 手法を使わせていただいたものでございます。で、30以降に関しておりますように、この PFI 期間が終了しますけれども、まだ今の時点、現時点でこれをどうするかというのは、今、ご示しすることはできませんが、今後、一定方針が決まりましたら、またご報告等はさせていただきたいと思っております。 島本委員、はい、じゃ、また、その、あの、報告受けてですね。あの、この辺の、しっかりした議論も、また進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、進行します。田中委員。もう、あの、いろいろ出ておりますね。端的に聞きたいことだけ、お、聞かせていただきます。あの、本当に、こう、書いていただいている通りですね。もう、学校の施設っていうのは、まあ、まあ、まず第一は、まあ、教育の現場でありますと。 それと同時に、ですねまあ、地域の中でもです、ね、いろんな、えー、イベントも開催させていただいている、本当に地域の、えー、住民にとって、ね、大切な場であるということを思っております。まあ、そういった地域の中ですね、私、あのー、よく小さい頃から学校の建て替えは50年になったら建て替えるんやでというような話を小さい頃よく聞いてまして、まあ、その頃ですね、まああのー あの近所の中学校はちょうど50年ぐらいのときに建て替わったという記憶があるんでまあそういった部分でえ記憶しておるんですがまあ今回こうやって形で,ですねまあ計画を立てられるまあそれでまあその当時はそらくまあこの中にも書いてありました文部科学省の手引きのまあ使い捨て感覚というような感覚があったというふうな文章も 書いてあったんで、まあ、そういった感覚で,です、ね、まあ、50年を周期に建て替えるというイメージが出てたのかなというふうに思います。しかしながら、経済的な部分とまあいろんな同時期に、われわれ世代、子どもが多い世代にです、ね、立っておるという部分で,です、ね、なかなかそんなわけにはいかないのが今の現状だというふうに思っております。 まあこう策定されて、今後このような流れでやっていかれるということに思っておりますが、それとですね今までとの,この違いですね、今まではどういう考え方でやってこられた、今後、こういう形でやっていくという、その違いについてちょっとお聞かせいただければという,ふうに思いますが。稲田総務長 今まででとととの違いということです基本的にあのいわゆる長寿命化という部分については今も取り組んでいるところでございますけれどもただそのどういう手法を組み合わせて行うか今示させていただいておりますように60年80年100年というようなことも含めた考え方というのは、えー、はっきり示させていただいたのはこれがまあ初めてということになりますのでこういう考え方のもとで今後させていただきますよというのがこれまでと違うというところかと思っております。 今まではまあそういうふうではなく、やってたということの認識でよかったということですね、分かりました、あのまあそれでもう1点だけあのお聞かせいただきたいんですが、まあ、これ、いろいろと見せていただく中で,です、ね、まあ、あのおそらく全国的にこういったまあ学校施設の、まあ、国の方からも、学校施設、インフラの長寿命化の基本計画等が出ておった中で、京都市もこういった進め方をされておると思うんですが、まあ、あの中の方もいろいろと読ませていただいて、 まああの文言なんで、なかなか具体的な部分は見えないんですけど、ああそういった部分で、こういったえ今回、京都市版ですんで、京都市としてこういったえ基本の計画、なんか特色があるのか、そういった京都らしいポイントが入っておるのか、なんか読んでおりますと、環境面とか、京都の木材を使うという部分も入っておりますが、そういった部分で、京都らしいポイントがあれば、お聞かせいただきたいというふうに思います。稲田総務部長 基本的に文部科学省の手引きで書くべきことについて書かせていただいている部分がございますけれども、先ほどありましたように木材の活用の部分とか、あるいは先ほどの統合の考え方の部分とか、まあ、京都市オリジナル部分を入れているところでございます。田中委員 分かりました、まあ、あのぜひともそういった部分、まだこれからです、ねえー、まあ基本計画の段階でまあ今度、行動計画を立てられるというふうにあります、まあ、あの本当にこの木材という部分で,です、ね、ちょっと一つ私、あのすごい,い,い施設を見たのは、学校の施設。また 京北の黒田小学校に行ったときにです、ね、ずれて木製でできている体育館がありまして、これ、もう何十年経ってるんだって言うたんですけど、すごく中身がきれいなところがありました、そういった部分でですねしっかりとそういった、もう何十年経ってもあまり劣化しない、そういった部分をですね考えていかれるのも一つかなというふうに思って、それもあのご紹介させていただき、終わらせていただきます。よろしいいいですかかははい、他にございませんか、はい、山岸 あえー、何点かちょっと質問させていただきますと,あのこ,の、えー、とこのパブリックコメントの方を、ね、さっと見たところ、えー、とあのまずあの、この校舎の課題と対応方針というところがあのございますけれどもその中でそのいろいろ築年数が違う学校の場合の その改修の判断というのが書かれておりますけれどもそれによるとあのこの計算でいったらですね、まあ、非常に古いものも含まれてるで、まあ、新しいものも含まれてるでそれの平均をとってということになると古いところの,その改修っていうのがあの逆に遅れてしまってですねっていうようなこともあのどう,うですか 計画の中で出てきて出てきかねないということなのか、やっぱりそこの部分はやっぱりぎちっとあの個別で判断してやるやるっていうことになるのかですね。そのあたりはどうなのかなと、やっぱりものすごく古かったらやっぱりそこは回収せなあかんということになると思うんですけれども、いかがなんでしょうか。稲田総務長。 これ基本的にの本冊の19ページにも書かせていただいている部分がございますけどあくまでこの平均をとって目安として えこのどのぐらいのね学校が順番としてくるというのを判断するためのものでございまして、実際に改築をする場合には、いわゆる一番古い部分が本当にあの最終何年もするのかという、いわゆる健全度と調査という部分があるんですけれども、そういうものをした上で最終的にはあの判断するというものでございまして、この平均課長年数で機械的にその順番にやっていくというものではございません山口。山岸。 いろいろ混じっている場合でもですねやっぱりこう古いものがま中に入っている場合はやっぱりそういうところもきちっと見ながらねあの判断をしていただきたいなということと体育館とそれからプールについてはですねまあ改築という表現と改修という表現が両方出てきてあの改築にするか改修にするかの,そのですか基準がおおね書かれているんですけれども。 この後者の場合は、あ,のこのあまりこう改築とか改修とかいう言い方がです、ね、こうどういう判断で行われるかのかというのがあまりこう明確にされてないんですけれども、そのあたりはもう改,修改築だけでこされるのかね、どうなのか、犬田部長。 まあ今お示しさせていただいているのはかつてはそのいわゆるコンクリートの学校施設大体いい50年程度が税金の関係の減価償却の期間でしたのでそれに従って改築をされてたわけですけれどもいわゆる区体も潰して新たに立ち直すというのをしてたんですけれども今回あの国も方針を示しておりますのは、えー、60年の時にいわゆる長寿命化ということで区体を潰さずに えー、いわゆる骨格の部分はつぶさに改修をして、えー、寿命を延ばして80年なり100年経ったときにもうそこで改築、いわゆる根本から立て直すということをするというのがこのメンテナンスで示させていただいているものでございます。はい、山ということは、その校舎の場合は基本は改修をしていくということを考えているということなんでしょうか。井上部長 一旦改修という、まあ、長寿命化という改修をした上で長寿命化して最終改築ということでまあ一旦その今まではか,なかつてはもう改修で伸ばして改築という考え方はなかったわけですねそれが国の,その財政負担の軽減化という部分といわゆる環境問題改築根本からやり直すといいますといろんな産廃、えー、物も出ますのでそういう観点から も含めたあのこの長寿命化という改修を一旦入れて伸ばしてから改築するというものでございます。山岸委員、まああのいろいろ判断されて、まああのどうですか？体育館とそのプールの場合は改修と改築とね、そのこうどうですか？判断が分かれて根本からやり直す場合と、まああの、えー、どうですか？えー、根本的にはやり直さずに こうえー、どうなんですかリ、リニューアルという言い方もしますけれども、そういう形でされる場合とという判断、基準が示されているんですけれども、後者の場合はいなんかその、その辺りのね、なんかこう、はっきりしたものがこうこう読んでてもこう見えづらいなと思ったので、質問してるんですけれども、もう少し明確なごあのお答えをいただけたらなと思うんですが。稲田総務長。 体育館等はまああの今の体育館の,その広さの基準が定まる前に狭いものが非常にあの狭いものが存在しておりますのでそういうものについては改修という形ではなくて改築によって大きくする。 というのを示させていただいております。あのすでにあの、えー、その新しい基準で建てられたものについてはやはりあの改修を一旦通じてあの改築を最終的には改築はしますけれども改修というのを経由するというのが今回の考え方でございます。山岸委員、まあ、それからですねあともう一つはあのこう、えー、どうですか今あるものをこう どうですかね、長く使っていくということでいろいろ手を入れながらです、ね、あの長寿命にしていくというあの判断もあるわけですけれども、まあ、先ほどあの総コストというのとです、ね、それから、えーまあ、あの負担の平準化というようなお話が出ておりましたけれどもそのコストの観点から見た時にです、ね、あのまとめてやった方がそのコストが あの安くなるっていうんですか、同じ時期にやったほうがですね、それぞれ個別にやってしまうと、それを足し算してしまったら、全体としてですね、コストがあのかかってしまうというような場合もあってですね、総コストという観点から見るとですね、そ,それぞれの,そのえーどうですか、学校施設を見てですね、 あの長寿命化の改修を進めるよりはあの、安くつくっていう場合もやっぱり出てくるんではないかなと思うんですけど、そういった観点も踏まえながらですね、あのどうですか、できるだけあの安く、そしてあの長寿命になるようなっていうような観点はあの、どのようにお考えなのかということをお聞かせいただきたいと思います。井上部長 1つ先ほどの補足ですけれども、校舎について改築化するかどうかについては、いわゆる25ページのフロー図に書かせていただいておりますけれども、こういう形でコンクリート強度等を判断しながら、長寿命化に適さないものは改築していくというような形のものを示させていただいているところでございます。でまあ、総コストの部分につきましては、先ほど申しましたように、いわゆる改築ですと、改修の5倍ほどかかるということですので、またあの一旦集中します。 どうしても事業,事業の量として、行政がなかなか対応しにくい部分がございますので、それの平準化も、あのコストの平準化以外に、その事業量の平準化というのも考えて、こうした形を取らせていただいているものでございますよろしいですか、なければ以上で報告、聴取を終わります。 報告案件に関連する理事者はこれでご退席願いますご苦労様でした次に請願審査を行います請願第31号全員制の中学校給食の実施を審査いたします、えー、前回の審査を継続いたします それでは挙手をいただきました、富委員よろししくお願いします。ちょっとこの請願者あの、紹介議員の皆さんにお聞きしたいんですが、あの請願文書の中で,です、ねえー、京都市で実施されている選択制の中学給食は利用者が34%と大変低く。 ここからなんですが、友達と違うことを嫌がる思春期の中学生には利用しにくいものとなっている、これはどういう意味でしょ。う。はいわゆる、こえっと、今回、えー、教育委員会資料で、前回の教育委員会資料で提出いただいた、あの選択制給食についての。 教育委員会がまとめていただいた資料にも、ね、あったんですけどもあの給食を選んでいるのがクラスで少数派になるのが不安だという声があのご意見があったんですけどもまさしくそれでやっぱりあの少数派になるということによるあのことをやっぱ子どもたちというのは嫌うというかなるべく避けたい。 みんなと同じにしていたいという気持ちが、まあ、思春期はとりわけあるというようなことを意味しているというふうに考えています富<井>そこで教育委員会に聞きたいんですが、まあ、これ、先ほど玉本先生の方から、まあ、教育委員会からの資料というのとあったんですが、これはどれぐらいまでのアンケートを取られて、その正確性としてはどのようにご認識されてますか。 宮本体育健康教育室長。今のご質問がありました、現状の中学校給食、選択制のお弁当が頼みにくいという状況でございますけれども、この意見につきましては、毎年度、PTA 等の主催で試食会を開催しております。27年度の場合ですと30 7校で試食会を開催しているんですけれども、その際に対象となりました、まあ、子どもたち、これは保護者の方々も含めた市長会でございますけれども、そういった中でのアンケートを取りまして、子どもたちから意見をもらっております、まあ、親御さんの意見もそうなんですけれども、そういった中で、数としては多くはないというふうに把握はしておるんですけれども、 選択制のお弁当であるということで、クラスの中で少数になることに対しての不安があを持っているという子どもがあのいることは確かだというふうに考えております。私どもといたしましては、そういうことが解消できるような方策もやはり取っていかなければいけないというふうに考えているところでございますあの今お聞きしますとね、27%、37個ですね。 でまあ、そういう意見があったということで、それがあの全体の意見、まあ、全体的にですね、あのそれで、まああの、全体的な傾向であるということを、私はなかなかそういう意味には取れないんですが、あのそういうことをです、ねまあ、発表、当然、まあ、そういう意見もあったということを発表しますとね、 まあ全体的にはそれが意見ではないかというように思われがちなんですが、まあ、その点非常にね私どもはあのあのいつも懸念をしてることなんですであの今聞きますとこれはあのそういう意見もあったとそういう意見がこういう形でですね、えー、要はこの 選択制の中学校給食が利用者が34%と大変低いのは、ほとんどそれが理由であるというような形でとらわれる可能性があると、このように思っておるんですが、あのその点について、まあ、実際調査されてです、ね、発表された、まあ、当局の皆さんとしては、どのようにお考えですか宮本市長。現状の中学校給食の方式につきましては、あの家庭からのお弁当の良さを、 を大事にしながら、あまあ、持ってこれない。勝手については選択をしていただくという制度で実施をしております全体といたしましては、血食率が3割を少し超えているところではございます。けれども、学校によりましては、7割あの給食の方を選択してくれている学校もございます。そういった中では、あのこの先ほどございました。あの少数派だから。 頼みにくいという学校もあるかもしれませんけれども、多くの学校では、こういった制度を有効に活用しながら、子どもたちの昼食を取る制度として、一定定着をして、公表を得ているというふうに私ども考えているところでございます富<井>まあ私もあの今おっしゃったように、そうやと思います。でそこで、ね、あのもう一度ちょっと教育委員会の聞きますがその この請願の内容は、えー、選択制ではなく、小学校と同じような温かい全員制の中学校給食を早急に施するよう願う、まあ、こういうことになっているんですが、ちょっと改めて聞きますが、この給食の,その設備ですね、それぞれの中学校で、えー、設備をまあするとするならばですね、えー 費用はどのぐらいかかるのか、もう一度教えていただけますか宮本市長現状、あの試算をしておりますすべての中学校で、実行、ま、方式でえ調理をするという,う部分にかかりまして、概算をいたしておりますのは、およそ200億円程度の経費が必要であるというふうにあの試算をしているところでございます。都民 でえーまあ、自己形式ですると200億円、で今のようなその、まあえー、今何方式っていうんですかね、あの作っていただいて持ってきていただく、でそれを出す形も、まあ、これは給食には借りないわけですよね、でそれでやっても、まあまあ、先ほど言いましたように、あの利用率が34%、まあ、3割ちょ,ちょい超えるということで、 その点について、まあ、皆さんの考え方としてはです、ねまあ、私としては私としてはですよあのまあいろいろ私は私なりいろいろ意見聞いてるんですけどもお弁当やっぱり子どもたちに作ってやりたい朝あの自分の弁当もですねと子どもの弁当を一緒に作って持たせてやりたいというお母さん方もいらっしゃいまして当然ご主人のお弁当も作るときに一緒に作っている方も いいらっしゃいますしでまたあの一つは特にあのスポーツ関係のクラブに入っている子ですね、あのー、やっぱ親として、まあ、できるだけいろいろねご飯を多めにしたりとかですねでちょっとそのおかずでもですね、まあ、たくさん入れたりとかです、ねまあ、子どもは子どもたちで店あったりして食べてるんでしょうけども、まあ、そういう親も、まあ、かなりいらっしゃるとはこのように思うんですが。 でそこで、えー、同じ給食、まあ、いわゆる自分のところで作る給食それからその外から取る給食ですねこれ給食には変わりないわけでございまして、まあ、その点から言うとですね一番やっぱりその将来的えー、っとまあ一番そのあの同じ給食で、えーまあ、選択性というのとそれから その自効性で全部休職してしまうということを考えるとやっぱり経費の面もまあ相当かかるということで,でまあ皆さんのまあ考え方としてはあのその現在、いろんなまあご意見も聞かれているとは思うんですが正直、教育委員会としてはどちらのほうがですねえー望ましいのかまあ当然、お金がかかるだけの問題ではないだろう ですしわれわれ昔、愛情弁当ともよく言っておりましたけれども、まあ、皆さんのその基本的な考え方について、もう一度お聞かせをください。宮本市長。中学生のための,あの昼食の提供方法につきまして、私ども、導入当初には、うん 検討委員会を立ち上げていただいて、いろんな方々のご意見を頂戴しながら、その答申を踏まえた対応をしてまいりました。中身といたしましまてはあー 現状の,あのお弁当を持ってきているこの良さを大事にしながらあーお弁当が持ってきていない来れない子どもについては公害調理委託方式の現状の選択制のお弁当これが望ましいという答申をいただいておりますこの中身といたしましては一っにですねあの実行方式で調理するには先ほど申し上げましたように大変多額な お金がかかる、そういった意味で、早急に中学生の昼食を提供するという意味では、この公外調理委託方式がいいであろうということで、導入をいたしましたで、現状につきましては、この公外調理委託方式の取っている学校と、それから大規模な施設整備がありましたところにつきましては、いろいろご議論をいただきながら、小学校、例えば小中一貫校におきましては、小学校の部分で、 給食室を作るという部分がございますので、そういったものを活用して、中学生にも提供しようという形でもちまして、現在、全員制の中学校給食を実施している学校も5校ございます。ですから、私どもといたしましては、選択制の弁当がベストであるとか、全員制の給食でなければいけないとか、あるいは家庭からのお弁当、これが 最高にいいんだというようなあのこととは思っておりません。それぞれにつきましていい点もございますし、またあの改善していかなければいけない点もありますので。えー それぞれの方式につきまして、いろんな検討はしていかなければいけないというふうに思っております。従いまして、現状では、弁当方式の、抗外宅調理方式の選択性の弁当、これを中心にしながら、家庭からのお弁当も大切にし、また条件が整ったところでは、全員制を実施する、こういったいろんな方式を、それぞれのいい点を生かしながら、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。都民 最後にこの間、えっと、どっかの市やったかな亀岡やったかど,どこかであのお結局は、まあ、あのそのお審議会とかそういうところから答申が出てですね、えー、結局はあの選択制になったという、まあ、新聞記事でちょっと出てたんですがそれについてちょっと詳しいもしそちらの方で、えーちょあの どういう状況か、経過などですね、えー、調べておられるんやったら、ちょっと報告してもらえませんか。宮本市長。先般の、亀岡市での,あの中学校の給食の提供について、新聞記事が出ておりました、私どもといたしましても、記事に出ている程度のことしか把握はしておりませんけれども、あのそれぞれの自治体におきまして、えーまあ、中学校、中学生に対する給食を新たに、 実施していくという部分に関しましては、さまざまなアンケートを取りながら、審議会等も立ち上げて、いろんなご意見を聞きながら、どういう方式が適切かというのを判断されて、導入されているものだというふうに考えております。上岡市につききましてはそういった手続きを踏みながらあーあの 選択制でのお弁当の方式を選ばれたというふうに受け止めておりますただあの京都府の他の市町村におきましては全員性がいいということで給食室を設置して 給食を提供しているそういういい都市もございますそれぞれの都市がいろんな子どもたちにとってよ,よりよい方式を検討しながら導入されているというふうに私どもは受け止めておりますし、京都市は京都市といたしまして、現状の方式、さまざまありますけれども、それぞれを大事にしながら進めていきたいというふうに考えておりますよろしいですか、他かにございませんか。はい田本委員 えっとまず先ほども少しお話しさせていただきましたけれども、前回請求させていただきました資料で、試食会などで出された具体的なご意見を読ませていただきまして、私、やっぱり選択肢の方で気になったのは、一つはやっぱり温かい汁物があれば嬉しいというご意見ですね、確かにお弁当で来るので、温かい汁物は出ないと。 やっぱりあのちょっと寂しさといいますかあるんだなっていうことともう一つは先ほどご紹介しましたけども給食を選んでいいるるるののががクラスの少数派になる不安がああという点でありますまあ保護者としてはあの選択肢の申し込みしてほしいなって思ってる人もあるんですけども私も何人か聞きましたけどもやっぱり子どもがやっぱその少数派になるのが 嫌で申し込みしないともう何とか作ってほしいというふうに言われてもう明日早早くねかなり起きて作るのにあの相当努力をしなくてはならないっていう話は本当にたくさんそれは聞いているところでありますでそこでやっぱりなぜ選択されないのかということをもう少しあの検証していきたいなというふうに思っているんですけども選択されていない生徒は あの家庭からのお弁当をあの本当に全員持ってきておられるのか、まあ、あのたまに持ってこられなくて、まあ、今日はパンにしてとか今日はコンビニでお弁当買ってということはもちろんあるとにしても、ね、相対的にその30数パーセント以外の70%の人はの状況というのはあのどのよううになっているんでしょうか宮本市長。えー 現状の欠食率が先ほど申し上げましたように、平均といたしまして、30数パーセントというところでございます。それ以外のご家庭につきましては、私どもあの基本的には？ 家庭からのお弁当を持ってきていただいているというふうに理解をいたしておりますし、常にそのいわゆるコンビニのお弁当でありますとか、そういったものを持ってきている子どもがいるとすれば、それは学級指導の中で、どういうふうになっているのか、子どもの状況を把握しながら、選択性の給食があるわけですから、そういったものを進めるというような手立ては取っていただいているというふうに考えております。田本委員あの まあ、そうあってほしいというのは私も思ってるんですけどもあのそういう気持ちが表れた答弁だというふうに思いまして、まあ、実際どうなのかというのを、ね、これしっかりとやっぱり把握していただきたいなとその上でやっぱり検証していく必要があるんじゃないかと先ほどのご議論でも検討委員会のことを出されて15年前はあの選択として検討委員会がまあ選択性がいいだろうというふうにご結論出されてこの間15年間 これで来たという状況でそのでも15年間の間に中高一貫校があり5校ではやっぱり選択肢がいいっていうことで選択肢給食を選ばれてきているというやっぱり変化が15年間にありましたでまた保護者の状況としては中学生の親を抱え子供を抱える親御さんの働きぶりっていうのは厳しくなっていると私は思っておりまして。 やっぱり早く出て行って遅くに帰ってくるという保護者が非常に多くなってきているということなんかも踏まえると、ね、やっぱり15年前の検討委員会が今、この時点でのもうすべてあの採用できるかといったらやっぱりあの今事情にあの検討していく必要があるんじゃないかというふうに思っていますなのであのぜひこの間の議論も踏まえまして、ね、やっぱりあの今後の給食をどう中学校給食 どうしたらいいのかということをやっぱり検討するような委員会を立ち上げるというのも一つの方法ではないかという,ふうにも思いますし先ほどありましたその少数派ということで不安だというふうに言っている人は一体どれぐらいなのかということで言うとこれは、選択制給食の試食会に来られた。 全校で実施しているわけでもありませんし参加しているのもこれか単純に計算すると、まあ、1校であの25人程度の人が来られてご意見出されているという範疇にとどまっていると思うんですね。私にも,も子育てしてきましたけどなかなかやっぱりその中学校給食の試食があると言われても仕事休んでまではいけないという状況の中で、ね、やっぱり意見出す機会はありませんでした。 なのであのこの間、私どもがあの私も代表質問で述べさせてもらいましたけどもやっぱりぜ皆さんにご意見を聞く機会を持って見たらどうかというふうに愛情弁当が本当にいいと思っている人が本当に多かったら、ね、それもあ,のあ,のあるのかもしれませんけど私たちがあのこうしいただいているご意見の中ではやっぱり非常に全員制の給食を小学校と同じようにぜひともしてほしいというご意見も非常に多いと。 あの実感してますので、まあ、その点はあのぜひご検討いただきたいというふうにあの考えているところであります、あと、前回の議論の中で、家庭からのお弁当の教育的効果を大事にしたいというご答弁がありましたが、その教育的効果とは具体的にどういった効果を言っておられるのか、これ、資料として提出していただきたいんですけれども、今、説明できる範疇であで、ご答弁いただきたいと思います。宮本 まずあの前段のに教えていただきました、いろんな意見を聞く機会あのにつきましては、私ども、本にそれは大事だというふうに思っております。この間の、試食会とか、はいろんなところで子どもたちの意見も含めて聴取する機会を設けておりますけれども、そういった中でも、聞く中身も含めまして、ちょっと工夫をしながら、いろんなあの幅広い意見を収集していくということがあの必要だろうなというふうに考えております。またあの 講談でございましたあのご家庭からのお弁当の教育的効果という部分でございますけれども、えー、やはりあのそれぞれのご家庭で、えー、子どもたちのその日の体調でありますとかあるいは、えー、富井先生もおっしゃっていただきましたけれどもクラブ活動をしてて、まあ、あのお昼がっちりと食べたいという子どももおりますそういった子どものために、えー、親御さんがですね日々。えー お弁当を作る姿、あるいはその中のお弁当に入れる献立の中身等につきましてですね子どもたちがそれを作っておられる姿を見あるいは日々食べるそういった中でありがたさを感じたり食についてのことに思いを馳せたりいろんな部分が。 あの出てまいりますので、そういったところを含めまして、教育的効果というふうなの言葉で表現をしているところでございます。資料として出すにつきましては、なかなかその表現の仕方といいますか、難しい点もございますけれども、もしあの今申し上げました以上のものでも必要であるということであれば、あの検討させていただきたいというふうに考えております。田本委員あのやっぱりあの請願者の方にも ご説明もしないといけないしあのここの点についてはあの教育委員会としても効果というふうに言っておられるわけですからのしっかりと資料で出していただきたいというふうにあの考えていますのでよろしくお願いしたいと思いますであの、えっと、次に選択制の給食についてはあの食べ残しが約25%程度あるということなんですけども 全員性の給食の食べ残し状況というのは、あのこれ、ご意見は資料でいただきましたけれども、どの程度あるかご説明いただきたいと思います。宮本市長全員 を取っております中学校におきましての残職の率というのはあの統計的なものは取っておりません、ただ、あの日々、えー、給食調理員でありますとか、あの学級担任等の意見として聞いておりますのは、あ小学校と同様、多く残っていることはないと、残職量は少ないというふうにあの聞いておりますので、私どもも、報道といたしましても、そういうふうに受け止めております。やっぱりこの間もあの この委員会として給食の主食小学校行かせていただきましたけど行ってあのその全部食べないとかは駄目だけどちょっと減らしてほしい子で増やしてほしい子とで残りがあったら食べる人って言ったらもらいに並んでいく子どもの姿も見えましたけどやっぱりあの物を残さないっていうことで言うとねそれこそあの教育的効果があるなと。 あの残さないで食べるということでの,あの努力が全員施政給食ではあのできているなとうう思いましたのでちょっっと質問させていたただきましたやっぱりあの残差が残っているということに対してあの解決していくということもあの検証がぜひ必要ですしそういったときに全員施政の給食ということの選択というのもあの解決として出てくるのではないかというふうに考えましたのであのよ、えー、ごください。 検証していっていただきたいなというふうに思います。以上です。はい、えー。他にございませんか。あ、失礼。ちょっとお待ちください。えー、ただいま田本委員から要求になりました弁当とさんの教育的効果の資料については、えー、理事者提出できますか。宮本市長。提出させていただきます。はい、ちょっとあのどういう形になるかはあの検討させていただいてあのしっかりとしたものを提出させてもらいたいと思います。 理事者は提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定をいたします、ま、えー、もなく正午ですが、請願審査の後に、休憩に入りたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。かにございいませんかはい、宇佐美委員 まあ、あの私どもとしてはあの、まあ、先日来申し上げているように一度ここであの今までのねあの給食、えー、どういうふうなところが良かったのかな、えー、どういったところをあの今後変えていくべきなのかなということはやっぱりあの一旦あの検証をねしていく必要があるのではないのかなということを あの思ってるところです今すぐこれを急にボンとなる以前にやっぱりあの先だってもいいの方か,からもお話あったように子どもを中心に考えてその中で審議をしっかりとあの改めてこの15年を超えてきて。 選択制の給食と、全員制の給食と、今、混在している状況の中で、保護者の皆さんの意見もどうなのかな、子どもたちに対してどうなのかな、先生の意見もどうなのかな、また、専門家の意見もどうなのかな、ということをやっぱり改めてですね、あの考えていくべきなんじゃないのかなということを思っているところでございます。でそののの中でちちょょっっとと今今日日ももももねね先ほどあの玉本委員の方から話話ありますが残食実は私も今日 お,お伺いいしたたなと思ってたんですで残食量が少ないということなんですがこれはあの私もあの実はあの実際に現場を見に行かせていただいてですねあのいろんな取り組みをね郷土史はやっぱりやってらっしゃるなというふうに思ったんです例えば東山改正館ではこの残食量というかですねこの辺についてのお取り組みですねどういったことを今なされているのか是非ちょっとこの機会にですね教えていただきたいんですけどいかがでしょうか 宮本市長今、残食料の関係で、東山改正館の取り組みということをあのおっしゃっていただきました私どもあのつかんでおりますのは、東山改正館だけではないんですけれども、それぞれの学校、それぞれの学級におきまして、給食をしっかり食べようという指導はあのなされております、その中で、特にあの東山改正館につきましては、学級ごと とクラスごとにですねあの、えー、いわゆるペロ,ペロリ賞といってすべて食べるペロリと食べるというペロリなんですけれどもそういうペロリ賞というのを設けまして、えー、例えばあのお,おかずを全部食べたらあ得点がもらえる、えー、ご飯もおかずも牛乳も全部食べたらその得点が上がるそういうようなものを積み重ねて、えー、例えば100ポイントになればえー ちょっとその給食のにの人参星形に切った人参がその学級には入るとかそういうあのことでもってですね残食率を減らすというかその完食しようというか食の大切さを学ぼうというかそういうあの取り組みをされておるのがあの東山開成館であると。 いいうふうふにあの聞いておりますまた、あの完食しました学級のその取り組みの写真をですね校内で掲示したり、そういうあのよく頑張ったねというその達成感みたいなのが得られる、そういう取り組みをしているというふうに伺っております宇佐美、まあ、私はあの、あ改正鑑に行かしていただいて、あの給食の,あの調理室というか、あの配膳のところの前にですね、その 子どもたちの各クラスの賞、ね、を取ったクラスの子どもたちの写真が、ね、掲示されてるなというのを見させてもらってすごいみんな笑顔でねこう達成したぞっていうことであの飾られてるんですよねで僕それ見てあこれはすごい何かいい取り組みされてるなっていうことをその時に本当に思ったんですですんでやっぱりその給食いろんなその教育的効果っていうのはいろんな形であると思うんですよね。でこう人参をこう星型に切ったやつが来ると でまあ、それも、まあ、そ,その褒美がという意味ではなくてねみんなで取り組んでこうやってやったんだなとかそれに対してまた食に対する大事さとかその資源に対する大事さもねみんながこれを学んでいく非常にいい機会でこうやって取り組まれてるんだなということをよく私はその時思ったんです非常にあの感銘した次第なんですでやっぱそういったこともいろんな取り組みを京都市としてですね積み上げてこられたことはですね <laughs> 一回やっぱり整理をしていただいてね どういったことが今後いいのかな、将来に向かって、先ほどリニューアルの話もありましたけど、そこはやっぱり一度、考えていただく機会をです、ね、ぜひ設けていただいて、その中で子どもたちの将来どうしていくのかということをです、ね、しっかり議論を深めていけたらなということを思っておる次第でございます以上でございます、はい。他にございませんかなければ 取り扱いはいかがいたしましょうか、えー、自民党さん<富>まあ私ども、前回の委員会でも申しましたように、やはり選択制が一番いいと、で先ほどの残産の問題についてもです、ね、今の選択制の中での給食のあり方、まああ、工夫の仕方がやっぱり必要ではないかとは、このように思っておりまして。 しかしながら全体的にはやっぱり選択性がやはり一番いいとでもう一つはやはり朝あの、まあ、お母さんなりお父さんなりがですね、まあ、いつもよりまあ30分から1時間早く起きていただいてやっぱり子どもにお弁当を作るというのは一つやっぱり育,む育み文化だと私はこのように思っておりますしで、まあ、な,なぜ15年前も相当私もあの 弁当愛情弁当って相当主張したんですけども私どもも子どもたち3人おりましてね私のずっとあの、まあ、あの中学校あの高校全部私学でしたんで毎日弁当そのうち2人役やっておりまして私も家内も両方で子どもたちの弁当をずっと作ってまいりましたまあそういう思い出もあったせいかでまたいろいろ友人たちとも話しておりましたりまた今小学校の あの中学校の PTA の母さん方ともよくいろんなところであの話をさせてもらうんですけども特に親父の会やってまた女性方が今たくさん入ってこられて、まあ、話してるんですけどもやっぱり弁当作ってるとでしんどい時もあるけど苦に思わないということもやっぱり聞いたりいたしておりますので、まあ、そういう状況で私どもの部屋で、まあ、ちょっとま話をさせてもらったんですが、えー、今回ですね 中学校給食を早急に実施するように、このようになっておりまして、今が聞けば200億のお金もかかる、でまた、そういうことから考えますとです、ね、この請願文書の内容に関しては、私どもは、これは今、早急にということはできないであろうで、もっともっといろいろなところで議論すべきやと、あの議論が必要であろうかと、このように思いまして、不採択ということで主張させていただきます。同時に 次この間の,です、ね、あの議会の、あれは9月議会で、えー、中学校給食の在り方の再検討を求める決議をあの出されました、いろいろ議論をさせていただきました、でその中で私どもは、この再検討を求める決議に関しまして、これは否決の態度をま取らせていただきました。単に簡単に否決という意味ではありません。 これは日本維新の会の方からも出まして、これは将来議論が必要であるなということは、我々もよく認識をいたしておりまして、議論はしていきたい、ただし今回の決議に関しましては、私どもは、えー、一旦否決はさせていただいておりますが、まああの、これはやっぱり継続して議論はしていきたい、このように思っておりますので、でそういうところからいきますと、この間、この決議にですね、一応、これは否決されたという。 こともございますので、私どもは今回のこの請願、ちょっとこの間の決議と内容はかなり違いますが、えー、中学校教職給食を早急に実施するよう願うということに関しましては、私どもは当然、これはあの賛成は賛同はできない、従って、訴えたということで、主張させていただきます共産党さん。はい田本委員 採択は、まあ、もちろんしていただきたいという思いはもちろんあるんですけれどもあの、今回は留保をしあの主張したいというふうに思っております、あの富先生からあのご指摘がありました、その早急に実施というところの意図を、あの紹介えー、請願者にもあの確認しましたところ、 あのそれはあの早く実現してほしいというのは願いなんだけどもとにかくあの検討をあのその方針を持つというようなあの方向性で検討を始めてほしいという思いをあの持っているというふうにあの言っておられましたなので、まあ、この文章としてすぐにやれって言っている意味ではないということだったので、まあ、文言修正をあのしてもらうあのし,たしたいなというふうにも思っていたところなので。 あのぜひ今回は留保ということにしていただきたいというふうに思っています、はい、公明党さん、大、はい、私どもはですね、あのえーとまあ、基本的にあの不採択と思います。といいますのはあのあの、今回ですね、空、え、発、ー、議会で先ほど富議員からもありましたようにあの、この常任委員会で議論している最中に、いわゆる中学校給食に関わる まあ、決議案が出てままいりましたで議会で基本的に意思決定がまあされたということで、まあ、賛否を問われましたので、えーまあ、採択されあのいわゆる議決として成立はしませんでしたけれどもあの以前からですねやはりあの委員会でその議論をしているところで非常にデリケートな問題でありまして、えー、たとえあの日本維新の会の皆さんが出されたその検討委員会の設置というものも それだけを捉えれば非常に重要なものだったんですけれども、極めてこのその、それも含めてこう今、議論をしているさなかでございましたので、あの私どもとしては一旦白紙に戻していただく必要があるというのが会派のほとんどの皆さんの意見でございましたので、基本的にこの31号については、まあ、あの採択ということを主張させていただきます。しかし、これであの全く全部、やめに葬るというようなことは一切思っておりませんし、 あの一般質問もありますし、引き続きこの中で課題整理を行って、どういうことがまあ考えられるのか、どういうものが必要なのかということは、引き続き私ども、会派としてもしっかりと議論をしてまいりたいと、このように思います、はい、え民進党さん、はい、鈴木委員。 まあ今、コメントさん、そして自民党さんおっしゃったような立場で、私どもも臨みたいというふうに思いますが、一度、なやったら、選択制の学校現場にですね、まあっぺ食べに行ってもいいのかなというふうに、個人的には思っていますでまああの今までこの請願は過去数年間にわたって、2年に一遍か、1年に一遍ずっと出されてきている経過があって、 時に抑えたくなっている場合あるいは審議不をで終わっている場合が、まあ、各教育福祉会で、えー、各年度ね、えー、対処されてきたように思っていますでまああのー、もっといろんな、えー、違った諸団体っていうかな本当にその、まあ、これは,これ,はこれでいつも切実な声だというふうに思いますけども、ねまあ、非常にこう政治的な何、えー、て言うかです、えー テーマとして出されているので、ちょっといささかそういう気もするところもあるので、えーまあ、今回は少し、えー、不採択という、まあ、この前の,決議,の議会の決議も不採択というか、賛成する立場に我々はいませんでしたから、今回のこの制案については不採択ということで、臨ましていただいてもいいのかなというふうに思っています。日本維新の解散 あの私どもとしてはです、ね、もともとこの請願の話のときにこう実施ではなくて、やっぱり検討という形がです、ね、望ましいのではないかということはあのお伝えはしていたところでございますし、あの基本的にです、ねまあ、これを取り下げていただくということがで,す、ね、できないものかなというのは思っているところでございます。そそういった意味も含めめてて、ね、ご検討改めてです、ね、そのの皆さん 当その請願者の方でご検討いただけないものかなというのが、えー、我々の,あの基本的なあの考え方です。ですのでその辺がどうなのかなというのをちょっと逆にですね、そのお伺いしたいなという趣旨でですね、あの今これを決めろと <laughs> 言われるとですね、その流歩という形にあのなるんですけれども、その辺がいかがかなというところなんです、ね。<laughs> 態度とあの意見としては我々としてはこういう形です。 われわれ、従前から申し上げていますが、現段階では、選択性給食が望ましいという考え方を持っておりますので、まあ、あの今後、あの状況の変化によって、給食のあり方は議論していったらいいと思いますが、現時点ではまあ選択性給食がいいと思っておりますので、えー、不採択のでお願いします、えー、それでは、ご意見が分かれて、はいはい、あどうぞ、田本委員 今、宇佐美議員の方から、取り消しと一旦取り消しという方法もあるんじゃないかというご提案が、取り下げ、取り下げという、ありまして、その前の皆さんのご議論からも、給食のことについてはやっぱり一定議論もしていくということは、ご表明もいただいたということでいえば、これを議会として、この項目そのもの全部否決ということに、 あのするよりもあの白紙に戻してまた議論するということもあのしていただけるかということであればあの紹介請願者にその旨、ね、伝えましてあの一旦請願者とあの相談をさせていただきたいなというふうに取り下げについてはすみません <laughs> と思っておりますので今回はあの留保ということにしていただければありがたいと思います。 えっと、そういったご意見が出ておりますけど、改めて確認いたしますが、いかが取り扱いしましょう、自民党さん、はい都民どうぞじゃあ,あの、今、玉本先生がおっしゃったようにあの、取り下げを前提でですね、一旦取り下げてもらうと、そしてまた議論させてもらうということで、あの取り下げを前提に、私ども、今回は留保ということで、じゃあ、前回あの、次回は。 あのよろしくお願いしたい、あの取り下げ、一旦していただくということで、よろしくお願いしたいと思います明党、えー、さん、民主党さん、いかがでしょうか、はい、公明さん、よろしいですか、はい、ちょっとさんもよろしいですか、はい、えー、それでは本請願については、留保ということにご意義ございませんか、はい、えー、それでは本請願については、留保といたします。はい えー、以上で報告、聴取、請願審査を終わりますが、この際、教育委員会に対して一般質問のある方は、ただいま挙手をしていただき、あらかじめ質問内容を申し出いただきますようお願いいたします、その後に休憩に入りたいと思います、えー。教育委員会に一般質問のある方がおられましたら、はい、ちょっとお待ちください、えー、ちょっと待ってくださいね、田中委員、えー、宇佐美さん、堀井さん。 田本さんはい、えー、それでは田中委員から質問項目等、今あの、ま、京都府といろいろと調整いただいていると思うんですが、えー、教職員の給与負担の異常、えー、の関係でお聞かせいただきたいと思います。ははいそれでは田本委員 はい、あの同じことになるかもしれませんけど、教職員休養等業務委託にかかる公募型プロポーザル実施要項について、それでは宇佐美委員、えと学校の慶応代のことについて、あのはい、慶応代、旗を掲げる<あ>慶応代のことでございます。堀委員 就、ね、学援助の認定事務におけるマイナンバーの活用についてと、朱、え、七、ー、小学校の北側敷地における駐輪場について、この2点、お願いいたしますはいよろしくお願いしますか、はいえー。それでは、次の一般質問については、13時20分から始めますので、それまで時休憩いたたしししまます改めて再開失礼暫時休憩いたします。